VR パラダイス、こういう風になってますね。で、こんな風になっておりまして、おお、なんか作ってるやんち、すげえな。あ、ここで受付するんだ。どっちか、それ取り出す、取ります。それ出すんで。僕、取り用意に来ただけなんで。あ、ないですか。僕、丸つけてないんで。あ、本当ですか。はい、取り用意。いや、前回書いてあるんだ。前回いつやったの。前、バイク持って出始めの頃だったの。あ、こんだけたくさんあるんだ。いや、呼ばれてますよ、絶対。あ、だって、こんだけコンテンツがありまして、なんか、来てますよって言って、あーなんて。実際ちょっとこちらが収録などしていただきまして、はい、裏側、裏側こんな風な裏側になります。それで椅子があるんだ。待ち合わせのうち、待ってる間な。いろいろあるんですね。はい、どうもありがとうございます。ゾンビ映です。はい、そうしましたらこちらチュートリアル。こちらに左手の、ライトがですね、ナイフとライトを切り替えることができる。はい。こういうふうにレールになってるんだ。なるほどね。だから邪魔な。これは中はこういうふうになってます。VR のあれ、そんなの。こうなってます。それして、その画面見えないですよね。で、1がこうなってて、あ、これ2なんだ。あれ、1どこなんだ、1って。これね、秋葉に来てやりたいなと思ってたんですけど、撮影してくれる人がいないから、自分一人で。これいずれピントが合うって言っても、そのメガネ屋さんみたいなドロップライズがあるんだけどね。ブース1で、ブース2で、ブース2で、ブース3がここだと、ね、だからここは4なんでしょうね。